はい、こんにちは。116インズです。いよいよカレンダーも3月のページをめくる時期ですが、この終わりの見えないロックアウトは依然として継続しています。さすがに危機感を覚えたのか、先週から MLB と選手会は毎日新しい労使協定に関して交渉を行っているようですが、両者の溝は未だに大きく、進展はほとんどないと言っていい状況です。また MLB 側の主張ではありますが、現地2月28日までに新しい労使協定に合意できなければ3月末の開幕は延期、中止となった試合の穴埋めも行わないとしており、いよいよレギュラーシーズンの試合中止も現実味を帯びてきました。2週間ほど前にマンフレッドコミッショナーは、自分は楽観主義者でシーズンを予定通り始められると信じていると発言していましたが、やはりあまりに楽観的すぎたとしか言いようがありませんよね。補強の話とか本来はもっとしたいんですが、可能性の話はできても現実の話が出てこないとなかなか盛り上がってこないので、それがここ3ヶ月間ほとんどできていないのはやはり残念。早く MLB が通常通りの運営となる日を心待ちにしたいと思います。なので今回も可能性の話をしていこうかと思いますが、先日 G アスレチックの記事を読んでいたところ、ファンからの質問にバン記者が回答する中で、マリナーズファンからネルソン・クルーズ復帰はあり得るのかという質問を見かけました。クルーズ復帰待望論に関してはファンの間でも昨シーズンから結構見かけまして、マリナーズ打線があまりに貧弱すぎたがゆえに、クルーズのような強打者を望む気持ちが強いんでしょうね。実際マリナーズ時代のクルーズはそれはもう素晴らしいバッターで、2015年から2018年までの4年間でホームラン163本、OPS も9割8厘と、チームが期待していた打線の中軸としての役割をしっかり果たし、目標としていたプレーオフ進出には届かなかったものの、マリナーズが過去に野手と結んだ FA 契約の中でもかなり上位に来るくらいのパフォーマンスを見せてくれました。永遠にプレーを続けそうなクルーズも、今季が42歳のシーズンと、さすがにそろそろ年齢面で厳しくなってくるかなという感はあれど、もしクルーズがマリナーズに加入すれば即座に打線のアップグレードにつながりますし、インパクトをもたらしてくれることは間違いないでしょう。クルーズは昨年ツインズとレイズの2チームで計140試合に出場し、打率2割6分5厘、OPS8 割3分1厘、ホームラン31本。レイズに移籍してから少し調子を落とした印象ですが、それでもシーズン通算では41歳とは思えない立派な成績を並べ、WRC プラスも122、リーグ平均よりも 22% 上回る攻撃力を見せました。昨年のマリナーズで言えばナンバーワンの打者は総合的には対フランスでしたが、フランスの WRC プラスが129、クルーズは DH 専門で、フランスはファースト、セカンド、サードとポジションいくつかこなせる違いはもちろんあるんですが、もし今のクルーズが加入したとすれば、フランスクラスの選手がチームにもう1人加わるイメージでしょうか。フランスは正直何人いても困らないので、打力だけならクルーズを獲得しない手はないでしょう。また直近3年間で見ても、クルーズは依然として MLB 屈指の強打者の一人です。こちらは2019年以降の WRC プラスをランキングにしたものですが、クルーズは146でハーパーと並んで MLB2 位タイ。昨年のクルーズもレイズ移籍前の段階で WRC プラスが141と3年間合計の水準とほとんど変わらないくらいでしたので、レイズに移籍してからの成績の下降が加齢による急激な衰えだったらちょっと怖い部分はあるものの、今季移籍前の水準近くまである程度戻せるのであれば、やはり MLB 有数の強打者であることには間違いないでしょう。で、これだけの強打者でありながら比較的お手頃な価格で確保できるところもクルーズのいいところですね。直近3年間でほぼ同水準の WRC プラスを記録しているハーパーやジャッジと FA 契約しようものなら、とんでもない規模の契約が必要なわけですが、クルーズは今季42歳で当然ながら大型契約は必要としません。昨年の彼はツインズと1年1300万ドルで契約しているくらいですし、成績を少し落としたコーンオフなら1年契約で1000万ドルから1200万ドルくらい出せば十分獲得のチャンスはあるのではないかなと。マリナーズフロントは近年再建を進める中で大型契約を整理し、今お金の面ではかなり余裕がある状況にありますが、一方で長期契約はよっぽどコアとなる選手、ロックアウト前に契約したロビー・レイみたいな選手以外ではなるべく避けたい意向も見えますので、そんなチームにとって1年契約で手っ取り早く打線の強化につながるクルーズはやはり魅力的ではあると思いますね。ただ問題となるのは、クルーズという選手のタイプがチームの方針と合致しない点ですよね。クルーズは基本的に DH 専任なわけですが、マリナーズは近年のロースター作りで非常にポジションの柔軟性を重視してきました。複数ポジションを守れる選手を多く置く方針は、甲府獲得したフレイジャーもそうですが、ムーア、フランス、外野の練習機会も増やすとされるトロなどなど、一つのポジションしか守れない選手を減らそうという努力は見て取れます。怪我など不測の事態が生じても大きな戦力ダウンを避ける、ベンチを含めた野手全員で1年間いろんなポジションを回しながら戦うことを理想としているため、 DH にしか基本的に入れないクルーズは、そこにはフィットしないのかなと。またマリナーズは DH を休養を与えつつチームの打力を維持する手段としても捉えている節がありまして、例えば昨年は大きな怪我なく1年間戦いましたが、その前の2年間を怪我で棒に振ってしまったハニガーをたまに DH 起用することで、彼の守備負担を減らしつつ、打線に欠かせない彼の打力を生かしていたこともありましたし、昨年膝の半月板を損傷し、今季どれだけ守れるか不透明なセンターのカイル・ルイスについても、おそらく同様の対応となるでしょう。ここにクルーズが入ってしまうと、ハニガーやルイスを DH 含めて回すことが難しくなってしまいますので、個人的にはクルーズの獲得はあまり現実的ではないのかなと思ってしまう部分はどうしてもありますし、おそらくですが実現しないのかなと思っています。しかしこれで終わってしまうのも面白くないですし、クルーズの打力が魅力的なのも間違いないので、クルーズをどうすれば入れられるかもちょっと考えてみました。一つパッと思いついたのが、これはクレイジーかもしれませんが、ハニガーをトレードする案ですね。ハニガーは最近ではリーダーシップを発揮するなどチームの中心選手なわけですが、一方で今オフ FA 権を取得する予定でもあります。今のところマリナーズがハニガーと契約延長したいみたいな話はあまり出ていませんし、外野の有望株が数多く出てきている状況も考えますと、再契約の可能性は低いのかなと私自身思っています。となれば FA で退団する際にはクオリファイングオファーを提示して、保証のドラフト指名権をもらうことがまず第一案としてあるでしょうが、ハニガーが FA 市場で総額5000万ドル未満の契約を結んだ場合、これまでの労使協定でのルールに変更がない前提ではあるんですが、マリナーズは戦力均衡ラウンド B の後のドラフト指名権、全体で70位から80位前後の指名を保証として受けることとなります。総額5000万ドルを上回ればもっといい順位となるんですが、2023年に32歳でかつ外野守備の怪しさもあるハニガーに対して5000万ドルを上回る契約を提示するチームが出るか、かなり微妙なところ。全体70位から80位くらいのドラフト指名権をもらうのであれば、今トレードした方がもっといい見返りに期待でき、トッププロスペクトは難しくとも昨年の夏クルーズ1人に対してレイズが提示したパッケージ、参加トップ10前後の選手1人にトップ20以内の選手もう1人くらいがスタートラインでしょうか。クルーズほどの打力はハニガーにないですが、その分一応破綻しない程度に外野は守れ、また1年間保有できる今なら、もしかしたらもう少し上のパッケージにも期待できるかもしれません。いずれにしてもクルーズがいれば、ハニガーをただ FA で放出するよりもより大きな見返りを得られる可能性はあります。ハニガーの見返りをより大きくするための手段として考えるのであれば、クルーズ獲得はそこまで悪い話ではないのかなと思いますね。もっともこれを実現させるためには、これらの前提条件全てを満たす必要はあるのかなと思っています。DH 専任のクルーズを入れる以上、当然ながら膝に不安を抱えるルイスを基本外野で出場させる必要もありますし、ハニガーを出す以上新たな外野のオプションも必要です。FA のブライアント、コンフォルト、鈴木誠也選手のあたりのうち2人くらいはできれば加えておきたいところですし、何より今季42歳となるクルーズの打力がハニガーよりも確実に上だと信じ込む必要もあります。ここまでできれば今マリナーズが持つ最大の強みであるお金を生かして打線のアップグレードを果たしつつ、ハニガーのリターンを最大化することの両立ができ、今季勝負するための準備をしながら将来にも備える、今あるリソースを最大限活用する方法の一つなのかなとは思いましたね。とはいえ、そこまでする必要があるのかは疑問です。クルーズの辞書に衰えの言葉はないのかもしれませんが、それでも緩やかに成績は落ちてきていますし、昨年のレイズ移籍後の成績低下もあまりいい兆候ではないでしょう。またハニガーを出してまで DH 専任のクルーズを加える必要性もあまりなく、別にハニガーでもいいよねとは思ってもしまいます。ハニガーの方が外野のオプションがある分、チームとしても運用しやすいでしょうしね。クルーズがいかに頼りになる選手であるかは2015年からの4年間見てきましたので、よく知ってはいるものの、今のマリナーズにクルーズというピースをうまくはめ込むのはちょっと難しそうというのが正直な感想です。いい選手なのは間違いないですし、 NLN の DH 制導入によって彼への需要はさらに増すと思われますが、2022年のクルーズはマリナーズ以外のユニフォームに袖を通すと予想します。ただこれはあくまで個人的な予想ですので、皆さんの予想なんかもぜひ教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。